センスヘッドライン、今週はフィリピンです。2022年11月より全ての方の入国が解禁となりました。本日は渡航の際に必要な e アライバルカードの申請方法についてご説明いたします。 e アライバルカードとは、現地到着時に検疫で提出する申請用紙に代わる手続きです。出発の72時間以内の登録を推奨しており、費用は無料です。登録項目は全部で5つございます。それでは申請方法を順番に確認していきましょう。まず国籍を選択します。次にプライバシーポリシーと注意事項に同意をします。フライト情報、発着地などの渡航情報を入力します。氏名、生年月日、滞在先などの個人情報を入力します。ワクチン接種回数に関する健康申告を入力します。ワクチン接種証明書と陰性証明書のアップロードは不要となっております。ワクチン接種済みの方は2回分の接種日とワクチンの種類を登録、未接種の方は陰性証明書の有無のみ登録を行いましょう。チェックインの際と入国の際に提示を求められますので準備をしましょう。登録はこれで以上です。登録後に QR コードが発行されます。スマートフォンでスクリーンショット、もしくは QR コードページを印刷して空港チェックイン時と現地到着時に提示をしましょう。フィリピンへの渡航をお考えという方は、ぜひ HS 海外渡航情報もご確認ください。以上、HS ヘッドラインでした。